手のいいですか、前の奥の方に詰めてもらった方がいいです、はい、あの要は景色、今日はもう下見れないからすぐ雲に隠れて上ね、たら一気に上がりますんでね。そして捕まるところを探しておいてください。なぜかというと、あのね、うわーってなるんですよ、鉄板のところ。それね、わざとあれね、やってるんです、名物なんですよ。揺らすんです、あの遊園地のジェットコースターみたく、うわーってなるんで、どっち来るでしょうね。いや、右が来るんでしょ。ドライバー？いや、ドライバー。登ってって後ろに。ビデオ OK？ OK？ Thank you。これ上げたら怒られる。たくさんよ。下がる。大丈夫だ。これだけ見やらん。はい、じゃあこちらです。ヨーロッパの最高峰と言われているモンブランがこれになります。これです。だからご案内した通り、モンブラン自体の山としては海抜からの4800ということで最高峰で高いということでは有名なんですけれども、登山家としては魅力ない、誰でも上がれる。極端な話、あの芸能人の妹も上がれたわけなんですよ。要するに勾配がきつくないんで。でもこれは一番高いところで、この上から見ると全部見渡せ、全部あとは低い山なんで、だから一応王様なんですよ。でもあの何ていうの、モンっていうのは山、ブラッモンブランよりも山としてはこっちの方が景観としてはやはり素晴らしいんですよね。なんちゅうとんがった山の連続、まあ、つららを逆さまにしたような形でね、これで4500です。これも4500です。その後ろに奥さんのようにちょっと控えめに隠れてる、こうなってる山あれでしょ、あれがマッターホルン、あれがマッターホルンなんです。でここ今雲海なんでわからないんですけど、これ全部高感度カメラだったら入ると思いますよ、はいはい、うん、あのアップすればね、高感度カメラだと。そうなんです、バッターホルンですね。あと写真ですか、お願いします。やばいやん、やばい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 、好，请各位，素晴らしい。360度丸見えじゃないですか。山行ったら下から見る。